持ち手は毒ガエル柄。お札びっしりにトゲトゲなど、その名も盗まれにくい傘です。ビニール傘の盗難や使い捨て問題を解決できないかと考えました。ダメが触りたくないような、でそれで怖くなりすぎないようなデザインにしました。渇水女子大学生活デザイン学科の作品展、日々の生活の中で気づいた問題をデザインの力で解決することを目指し、建築設計やファッション、プロダクトデザインなど4年生38人それぞれがおよそ1年かけて作り上げました。こちらは音楽イベントなども開かれる稲佐山公園で熱中症を防ぐための設計です。環境シミュレーションソフトで解析したデータをもとに、夏場の日差しを最も有効に遮ることができる配置を導き出し、涼めるスペースを生み出しました。一方こちらはサステナブルな商品にしたくて、紙素材を使用してプラスチックではないので、クラフト紙やボール紙仕様のコスメ、環境に優しいだけでなく、こだわったのはコンパクトさです。通常長さのあるアイライナーやマスカラブラシなど4種類を短くデザイン、必要なものだけを1本につなぎ、かさばらずに持ち運べます。印刷会社の中の広告企画の部署で勤め寄って、人々の生活が豊かにできるようなデザインを制作できる人になりたいと思ってます。それぞれの視点や個性が形になった卒業制作、作品展は長崎県美術館で今月11日まで開かれます。